聞こえてるのかな。3月3日金曜日、乃木曜日を担当する小川彩です。乃木曜日初登場です。お願いします。もうずっと楽しみにしてたので、ちょっと今日は今日のために買ってきたお洋服着てきちゃいました。そう、なんかもう3月になったし、最近あったかいし、春っぽいお洋服着たいなと思ってこれにしたんですけど、襟とか可愛くないですかこれ。お気に入りです。そう、昨日結構風強かったじゃないですか。それ多分気のせいだと思うんですけど、なんかくしゃみがすごくて、ちょっとでも私本当に健康だけが取り柄なので、ちょっと花粉症とかになっちゃったら本当に困るんですよ。で、昨日美容室に行ってトリートメントしてきたんです。そう、だからこのサラサラ加減、美容室終わった後のがめっちゃ大好きなんですよね。ちょっと話しそれちゃったんですけど、そう、花粉症の兆候が出始めちゃって、あー、もうやめてください。でもなんかこの最初症状がちょっと出始めてから 2,3 年はちょっとみんな認めないらしいんですよ、花粉症って。だから私も今はまだ花粉症じゃないです。そうなんですよね。あと今日メイク、これ実はとある人にやってもらったんですけど、誰だと思いますか？そう、実はくーちゃんにやってもらいました。あとさつきにも手伝ってもらいました。そう、このカチューシャもね、ミクのやつ借りて、そう、自分でメイクできるようになりたいんですけど、なかなかね、そう、時間もないから、春休みになったらちょっと練習して少しずつできるようになりたいなって思ってます。メイク道具もあんまり揃ってないし、そう、頑張ります、メイク。あと眉毛もね、ちょっと整えたいんですよね、春休みになったら。眉毛整えたら結構垢抜けるって聞くじゃないですか。私もうそれ整えたらあえて皆さんに言わないので気づいてくださいね。そう、だから私垢抜けますのでお楽しみに。そう、今日ひな祭りじゃないですか。皆さん何してましたか？あ、柴田彩菜さんの誕生日ですよね。おめでとうございます。そう、なんかいいですよね、覚えやすいし、女の子らしくて柴田さんにぴったりな誕生日。私誕生日6月27日なんですけど、お母さんが10月27日で、おばあちゃんが4月27日なんですよ。すごくないですか？これ私のちょっとした自慢なんですよね。そう。だからね、そう、学校の給食でチラシ寿司も出て、そう、学校の教科とかももうそろそろ終わりそう、ん、今日で終わりとか多かったので、なんか早押しゲームしたり、公民の先生がなんかギターで弾き語りをしてたり、そう、そんな一日でした。皆さんもお仕事とかお疲れ様でした。それではじゃあ早速、まずは乃木曜日選手権特別編をやりたいと思います。5期生加入1周年を記念して、5期生全員で競う特別な乃木曜日選手権です。5期生全員で行う競技は5秒55体内時計です。ストップウォッチを押して画面を見ないで5秒55ジャストで止めます。5期生の中で最も5秒55に近かったメンバーにはご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。はい、じゃあ早速やっちゃおうかな。いや、でも自信あるんですよね、吹奏楽部だったので。関係ないかな。まあ、じゃあもうやっちゃいます。いきます、スタート。はい、あー、惜しいのか。4秒87です。ちょっとなおがすごすぎましたよね。5秒32ですよ。4秒87。悔しい。1位になりたかったです。
なおの記録をこう上回る人は現れるのでしょうか、ね、でも5期生負けづらい、負けず嫌いが多いので今頃家で練習してるんじゃないですかね、はい、あー悔しい、4秒87でしたじゃあ、ね、すごいな、なお じゃあここで5期生の特別企画を2つやりたいと思います。1つ目は1周年記念デッサンです。5期生は2月1日に加入1周年を迎えました。ありがとうございます。それを記念してこの1年で印象的だったシーンの絵を描いて発表したいと思います。そう、1周年早いな。じゃあ私も絵うまいくも下手でもないのでちょっともうパパッと描いちゃいたいと思いますテレサうまかったからな。よいしょ、何を描くんでしょうか。よいしょ5期生絵うまいメンバー多いから、ナギとかもね上手大丈夫かな。よしよしテレサあんなに早く描いたのにあんなに上手ってすごいな。結構あっという間に描き終わってた。ちょっと心配になってきましたよいや大丈夫なはず、もうそろそろで書き終わります。よいしょ、お、いい感じいい感じ、よいしょ、よし、できたかな。あ、ちょっと最後に仕上げよいしょ、できた。じゃあ、いきます。じゃじゃん、これは天水屋バースデーライブのシングアウトを踊ってた時の絵です。そうあんなに大きい会場でね、先輩方とライブをさせていただいたのも初めてだったので、やっぱ印象すごい強いですね。もう私シングアウト大好きだし、もう大好きな先輩方と踊れて本当にすごい幸せな日でしたね。めっちゃ本当にこれが一応このサイリウムの光をイメージしてるんですけど、本当にもう綺麗な景色ずっと忘れないです絶対、はい、もういや懐かしいですねもうすでに私の絵どうでしたか意外といけてますよね。でもテレサのとかと比べちゃうとそりゃそうですよ。でも いい感じじゃないですか。私の思い出が詰まった絵になってるといいなと思います。じゃあ続いて5期生加入1周年特別企画2つ目、5期生タコ紹介です。はい、明日じゃないですね、次回配信する5期生の紹介トークをします。誰の紹介をしているか皆さん当ててみてください。じゃあそう、昨日はテレサが私のことを書いてくれましたね。そう、これなんかこの両耳出さないか片耳出すか両耳出すかっていうので、ずっとどっちがいいかなどっちがいいかなってメンバーに聞き回ってるので、そういうことですね嬉しい。じゃあ私は誰でしょう。じゃあね、どうしようかな。最初はやっぱり分かりにくい、ちょっと分かりにくいので
天才ご期生天才だらけなのでちょっとこれは難しいかな。じゃあもう一個、どうしようかな。じゃあそう、お母さんが料理上手これ難しいか知らないですもんねみんなあ、じゃあ最後もうとっておきのめちゃくちゃ分かりやすいのでいっちゃいますね。じゃじゃん、スター。これで分かっちゃうんじゃないですか。ちゃんと見てくれてる方ならきっと分かってくれるかな。どうだ。おお、でも意外と分かってないかも。あ、分かってきたみんな。みんな合ってますね結構。じゃあもう正解いっちゃいますか。そう、もうこれ最後のはもう結構分かりやすいですよ。その前の2つはちょっと結構難しいんですけど。じゃあいきます。ちょっとインクが出なくなっちゃった正解はじゃん、いろはです。次回の配信メンバーは奥田いろはです結構みんな正解でしたよね。そう、もういろはは本当に天才もう何でも歌もダンスもできるし本当に優しいし、私も本当に加入当初から結構もういろはに面倒を見てもらってるというか、最初からいろはって呼び捨てでいいよって言ってくれて、そうもうでね、お母さんの料理が上手っていうのは前になんかクリスマスの日かなんかになんかそのすごいなんていうんですか、もうごちそう、お母さんが作った料理の写真を見せてもらったんですよ。本当にお店みたいでおしゃれで、もうめっちゃ圧倒されちゃいましたね。そう本当に上手で、そういう行事ごととかにすごい素敵な料理を出してくれるので、今日もひな祭り結構豪華なんじゃないですかね。そうで最後のこれはですね、新乃木坂スター誕生でいろはが作詞作曲をした曲になっております。いやーもうすごくないですか、作詞作曲ですよ、考えられない。いや本当に天才ですよあの子はね、可愛いし本当に尊敬する同期ですじゃあね、そうだ宿題、じゃあいろはへの宿題を決める前にテレサパンからの宿題がありましたね。テレサパンダのキャッチコピーを考えてみてください。いやこれも今日の学校中とかずっと考えてましたよ私いやじゃあ決めたので披露しようかなじゃあいきます。残パン、ゼロパン、テレサパンどうですか。テレサめっちゃ食べるのでいっぱいだから残パンがゼロだよっていうことで残パン、ゼロパン、テレサパン。でもテレサ見てたら怒るかなでもねいっぱい食べてるとこ本当に可愛いんですよ。いっぱい食べてる時のテレサめっちゃ好きなので、はい、使ってくれるかなこれでも結構いいと思いません、このキャッチコピー。いいの思いついちゃったと思ってみんな怒りますっていやーきっとだって昨日私のお母さんって言ってましたよねお母さんになっちゃったって言ってたのできっと許してくれると信じてますテレさんならじゃあ、まあ、宿題終わったところでいろはの宿題、じゃあどうしようかな。いろは普段あんまりぶりっ子とかそういうのしてくれないんですよ、まあ、例えばツインテールとかもあまりしてくれなくて、
だからもうぶりっ子で過去一かわいいぶりっ子ポーズでかわいい一言どうですか？これ皆さん見たいんじゃないですかね。ちょっと嫌かもしれないけど頑張ってイロハ。はい、じゃあ宿題も決定しました。以上5期生特別企画でした。はい、じゃあね、この間のあのイレブンスイヤーバースデーライブ5日間ありがとうございました。あ、そうだ、その前にやりたいことがありました。のぎめの企画をここでやりたいと思います。5期生がモバメのぎめを開始してから1ヶ月が経過しましたが、読んでくださってる方いますか？ありがとうございます。いや、そうですね、なんかもう私全然なんか可愛いこととかそんなになんかできてないかもしれないんですけど、本当に今日こんなことしたよ、これ食べたよ、あれ見つけたよとか、私の日常をもうなんてことないことを送ったりしてます。なんかね、動画とかでは結構面白いかなと思ったことを撮って送ったりしてるんですけど、まあ、それが実際別に受けてはないと思うんですけど、私自身はちょっと楽しんでやってます。はい、そうですね、せっかくなのでこの場で自撮りした写真を番組終了後に送ろうと思います。何を送ってほしいかコメントで教えてください。何かな、もう結構いろいろ送っちゃってるけど、可愛いポーズとかがいいのかな。何がいいかな。ハート、じゃあ決めた。じゃあちょっともうパパッと撮ってきますね。なんか緊張するな。じゃあ何枚か。はい、撮りました。じゃあまあどんなポーズだったかは送ってからのお楽しみということで、そういうことにしておきます。はい。大丈夫かな、まあ、私が思った可愛いポーズと顔を しました。後ほど送るのでお楽しみに。いや、それではね、さっきちょっと先走っちゃったんですけど、イレブンスイヤーバースデーライブ本当にありがとうございました。いや、もう最高に楽しかったですね。なんかもう本当に声出しの解禁もありましたし、結構初めてのことだらけだったんですけど、そうですね、あのこの間ブログにも書いたんですけど、そのなんていうんですかね、ステージが2個あったじゃないですか。だから裏での移動が間に合わない時があって、どんだけ頑張って走っても、でそういうとこを自転車で走ったんですよ。で、のぎめでこれを送ったんですけど、どの曲と曲の間で自転車走ってたか分かりますか？昨日のリピート配信で分かった方いますかね？そう、正解は他の星からから星からから星からと太陽ノックの間で自転車走ってました。いや、もうその時イヤモニを危ないと思って外したんですよ。それでもう急いで、結構ギリギリだったので、もう外したまま出ちゃってて、だからもうそのイヤモニ外してるとちょっと音が遅れて聞こえちゃうんですね。だからもうダンスがちょっとずれちゃって、それがちょっと悔いというか、ちょっとまだまだだなって思ったところもあるんですけど、そうですね、なんかあのこの間振り返るバースデーライブを、今までの振り返るやつで、あの走るバイシクルの時に自転車走ってたじゃないですか。あれ見てなんかすごいいいなと思ってたので、今回、まあ、状況は違うんですけど自転車走れてなんかすごい嬉しかったです。皆さんどうでしたかね。そう、なんかね、今日もリピート配信4期生ライブありますのでね、この後ぜひ見てくれたら嬉しいです。先輩方って本当になんて言うんだろう、キラキラしてて、
本当にもうどこ何から何までかっこいいじゃないですか。だからなんか私たちと同じよ、あ、その入った頃は私たちと同じような気持ちだったんだなっていうのを聞いて、なんかすごい安心というか勇気づけられましたね。なんかそのそれもそれこそ3期生ライブと4期生ライブ見に行かせていただいて、3期生ライブで蓮華さんがこんなことを言ってて、そうだからでも私もん何をんちょっと今私が言ったことと違うかもしれないので、これもぜひリピート配信でまた見ていただけたら嬉しいです。いやもう本当に声出し解禁と、あとあのバズーカみたいなあのグッズが飛び出してくるやつ、あれも初めてやらせていただいて、なんかめっちゃ楽しかったですねあれ。はい、まあ、それもあるし、あとなんだっけな今なんか一つ浮かんでたんですけど、なんだっけ、あのそうもう初めてのことをたくさんやらせていただいて、本当に幸せな5日間でした。ありがとうございました。はい、そうですね、なんか、うん、なんだろうアナザーゴーストもねやらせていただいたり。あ、すごい嬉しい。そう、今コメントで気づきました、思い出しました、影慣れ初めての影慣れにもやらせていただいて、真央と一緒にもうめっちゃ嬉しかったです。しかも影慣れでその注意事項というかお願いしたら、みんなはいって言ってくれるじゃないですか、それが嬉しくてもう初っ端からめっちゃテンション上がっちゃいましたねそうですね、じゃあどうしようかな、じゃあちょっと私の宣伝をさせてください。BLT グラデーション、グラディエーション2023中学卒業に掲載していただきます。 ありがとうございます。3月15日発売です。そして3月30日発売の週刊少年チャンピオンにも掲載させてもらえることになりました。いやもう週刊少年チャンピオンさんに掲載していただくのはなんと3回目なんですよ。いやこの1年で本当に私の1年間の成長をずっとなんて言うんですかね、見守ってくれてるというか、もう本当にありがとうございます。ぜひたくさんの方に見ていただきたいのでぜひチェックしてください、お願いします。そうですね、わ嬉しい、こんなにすぐにコメントの反応が返ってくるんですね そう もうすぐ卒業なんですよね私。早い。あ、耳かけて。どうしようかな。じゃあ、ちょっと一瞬かけちゃおうかな。どうですかね。どっちがいいですか？全然自分じゃもう一生迷っちゃって、なかなか決まらないんですよね。どっちがいいかな。両方かけて、両方こんな感じですね。でもやっぱりここがあると安心するんですよね、なんかわかりますか、安定剤というか。お、嬉しい、これがあーやって感じだっていろんな髪型してみれば、そうですね、いろいろしてみたいですナギが耳に指突っ込んでくるからねそうですね、こうした方が安全かもしれないですわあ、3万人、3万人の方が見てくれてるんですかすごい、3万人、3万人ちょっと全然想像つかないんですけど、嬉しいです。
私を見に3万人の方が、あ、そう、サーティセカンドシングルも3月29日水曜日に発売されます。それサーティセカンドシングルに収録される5期生曲「心にもないことも」この間の5期生ライブで披露させていただきました。テレサがセンターでおめでとう。そうですね。しかも私としては、そう、なんていうんですかね、今までずっと、なんていうんですか、後列の後ろから、あ、違う、右から2番目、ずっと笑っちゃうぐらい同じ位置で、だ今回、このフロントというか、その、テレサの隣の位置に立たせていただけて、すごく嬉しいです。チームアーヤのみんなが喜んでくれるかなって思って、早く言いたかったんですよね。ありがとうございます。すごい。嬉しい、ありがとう。 そう、本当にずっと一緒だったんですよね。 そう、今楽屋で一ノ瀬美空さんが 待機しているようで まあそんな一ノ瀬美空さんと新芽でやらせていただきます。 もう今日もすごかったですよ。なんかずっと変なこと言ってました。まあ面白くないからちょっとまあ言わないんですけど。 なんかずっと言ってましたね。 あともうちょっとデバリの時間だ、早い。 早い。 そう、チームアヤブログとか見てない人に説明すると、私のことを好きな人はチームアーヤです。 そう、チームアーヤ、みんなチームアーヤになってね。 ウインク見せて。 ウインク私結構上手だと思うんですよね。前まで全然やってこなかったんですけど、乃木坂入って、あ、意外とできるんだと思って。 そうですね、延長してだって、あやも延長してほしい。 もう昨日テレサも言ってたけど、ほんと毎日やりたいくらい。すごい。 そうですね、煽りも良かったよーって。 もう私、煽りめちゃくちゃ緊張しちゃうんですよ。もう、その前の、煽りの、まあ、ちょっと前になると、皆さんに手振りながらも、あ、やばいやばいって心の中でちょっと唱えたりしてて、めっちゃ緊張しましたね。スター誕生のライブでもね、ちょうどアンコールで煽りをやらせていただいてたので、またやらせていただける機会があるといいなって。 そうですね。そうですね、30分って短いですよね。 ちょっともう皆さんお願いしてください、1時間にしてくださいって。 お、スクショタイム一瞬。トマトどうかな。 終わっちゃうよ。あ、ミーグリ行くよ、ありがとうございます。 はあ、じゃあそろそろ乃木曜日、金曜日終わりのお時間です。ああ、本当にあっという間でしたね。いやでもめっちゃ楽しかったです。もうたくさんの方が見てくださって、もうありがとうございました。30分もお付き合いいただいて。じゃあね、私も喋りとかもう一人で喋ったの初めてなので、ちょっと結構たどしかったかなって思うんですけど、ちょっと上手になれるように、またこういう機会がいただけるように頑張りたいと思います。じゃあもう今日は本当にありがとうございました。じゃあまたね。 バイバイ。